はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、ベスト5の男たちやっていきたいと思います。えー、前回ですね、フォーカスドプレイ第4弾途中までやったんですが、ちょっとやっててね、正直思いました。あのー、長すぎると。<laughs> 長すぎるし、そんなに時間が取れないと、動画を作るね。はい。ということでね、私、GK 考えました。えー、今回からね、 まあそのベスト5はベスト5でいいと思ったんですけれども、ただ全ポジションやるのはなっていうのはちょっと思いまして、特に今回みたいなポジション限定で全ポジションね、細かくやってもほとんどの動画同じ選手たちになるというのはね、ちょっとね、作ってる方からしてもね、見る方からしても、まあ正直つまんないと思うんですよね。なので今回からその対象に、今回例えばまあデュエリストなんですけど、デュエリストでまあそのベスト5に入るような選手が出てきたポジションのみということで取り上げてやっていきたいと思います。 ま、これが改良の最終形態と思ってください。はい。で、ちなみにね、フォーカスのプレイ第4弾で、あの、トップ下ぐらいで多分終わってるんですよね。上の方やってなかったんですけど、ま、あそれはまたね、それでランクインする選手が出てきた時の機会にまたやりたいなと思います。はい。それでちょっとね、許してほしいなと思います。よろしくお願いします。さすがにね、ちょっとね、ま、あ僕の体調の問題とかもちょっとあったんですけど、言い訳になりますけどね。うん。ちょっとさすがにね、ちょっとね、ま、あその、<laughs> 作っててもね、ちょっと苦しいなってなったんで、正直ね。はい。ということで、今回は、 これ DMF のリーグ編ね、に、えー、デュエリストとしてね、の中で、まあ、ノミネートした選手がいましたので、ここ取り上げていきたいなと思います。まあ、当然ね、まあ、デュエリスト、うん。まあ、これボランチのね、限定ですからね、当然ここのポジション強めだと思うんですけど、あとあるとしたらま、CMF とかね、もう、えー、ノミネート選手がいればね、また取り上げると思うんですが、ま、大体そこら辺のポジションにね、まあ、偏ってるので、まあ、ノミネートされやすいところになるんですが、 ということで、まあ、今回ね、どういった選手がベスト5に入っているのか。まあ、前回の動画ね、フォーカスプレイヤー第4弾の時にこのボランチをね、やらせていただいたんですが、まあ、そこをね、覚えてなくても、まあ、楽しめる動画となってますので、まあ、よかったらね、この動画だけでもぜひね、楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ということでね、まずこの企画のね、ちょっと説明を先に軽くさせてください。こちらです。 はい、えー、この企画なんですけれども、まずね、あの、対象になっているね、限定がね、ちょっと若干ね、あの、あります。偏りが。ということで、えー、月間 MVP とかね、あの、TSK とかね、そういった系統のやつはちょっと一旦除外してます。まあ、これに関してなんで除外してるのかという理由に関しては、特に TSS なんですけれども、まあ、強すぎるというとこね。<laughs> 強すぎて居座りすぎてちょっと面白くないっていうのもあるんで、 まあちょっとね、TS とかはまだね、TS 枠だけのね、まあいろいろ取り上げたりとかする機会もありますし、まあ月間系もそうなんですけどありますので、まあそういった機会にね、また楽しんでいただければなと思います。で、今回ね、あの、リーグで使うようとしての戦術になりますので、クラチャンはね、一切ね、考慮してないというところも、一応ね、あの、この動画を見る前にね、把握していただければなと思います。まあなので EP 関連とかはね、特に評価に入ってないと思ってください。はい、ということでね、早速ね、えー、5位から順に、えー、1位までね、紹介していきたいと思います。 では、今回、デュエリスト、えー、登場時点での DMF リーグ編部門、えー、トップ5の、ベスト5の選手たちを紹介していきましょう。じゃあ、まず5位の選手を見ていきます。こちらです。はい。名古屋グランパスの稲垣翔選手の、これ、デュエリストですね。はい。ここが DMF 部門第5位で選出となっています。 で、今回デイリストでね、登場した選手で、まず一人目、ここ出てきましたね、稲垣選手ね。はい。ここ5位にね、入った理由として、やっぱスキル構成かな。うん、ここタクティカルインターとトルクモーターの組み合わせにヘディングクリアということで、まあ、文句ないぐらいのね、しっかりとした守備構成をしてるというところが、やっぱ魅力的かなと思いました。 まあ当然、デュエリストの選手全般に言えることなんですけれども、能力値とかでね、言うとね、これをカードより全然勝ってる選手、ディフェチに対してだけ言えば、高い選手というのはいるんですけれども、やっぱりね、このスキル構成というのは、手こ入れもできないし、まあ、どうも変えれないところということで、まあ、例えばこの稲垣選手のカードにしても、まあ、ディフェチが1377っすよね。で、他のステータスもまあ、それなりに高いっていうところがある中で、まあ、このディフェチというところをもうちょっと求めていけば、当然ね、強くはなれるんでね、 で、そうなった時にね、このダブル A スキルとか、まあ、ヘディングクリアというところの、このしっかりとしたスキル構成というのも生きてくるんで、まあ、そういう意味で、ね、考えてみてもね、まあ、そのね、プラスアルファの要素も結構ねあの、求めていけると大きいところもありますし、まあ、このカードね、別にあのそのセンスとか考えなくてもね、まあ、十分スキル構成だけでもね、ランクインするぐらいの価値はあるということを、えー、見出してね、ここに、えー、入れさせていただいてます。 まあ当然ね、この稲垣選手が5位に入ったことによって漏れた選手がいるわけなんですけれども、じゃあその選手たちがダメかというとそういうわけではないんでね。まあ本当に僅差っちゃ僅差だと思います。まあそれぞれに良さがあって、そのど良さのどっちの良さを取るかみたいな話になってくるので、まあただ僕は結構スキル構成はね、やっぱ重きを置いているので、まあ評価となってくると、やっぱそっちの方がちょっと魅力的に感じますかね。まあそれに関してはよく言ってるんですけど、まあスキル構成は変えることができないからね。まあ、やっぱその選手にもう与えられたものでしかないので、 まあ、その能力値とかはね、それなりに手こ入れとかができますけど、まあ、当然基礎値が高い方が有利だったりはしますけど、まあ、寄せることはどうしてもね、強くしていくことにはできるんでね、というところを考えると、やっぱスキル構成がね、すごく大事だっていうのはね、まあ、やっぱり、まあ、そこをね、ちょっと理解していただけるところもあるんじゃないかなと思います。ということで、えー、今回ね、デイレストの稲垣選手を第5位でノミネートさせていただきました。まあ、非常にね、まあ、クラちゃん入ってないと言いましたけど、まあ、クラちゃんでもね、当然強い、まあ、力発揮できると思うんで、 はい。クラチャンでもリーグでもどちらでも、まあ強いカードになってるかなと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、DMF 部門第4位の選手を見ていきましょう。こちらです。はい。サンフレッチェ広島の野津田学徒選手のこちらもデュエリストですね。はい。こちら4位とさせていただきます。まあここでも稲垣選手とね、ほぼ僅差ですね。まあほぼほぼ一緒ぐらいと思ってください。まあスキル構成もね、全く一緒だし、 まあ、能力値もね、そんなさほど大きな差がないと。まあ、グレード差ぐらいかな。まあ、ディフェンチとかもそんな差はないし、スタミナ値とかだったらね、なんなら稲垣選手の方がちょっと上なんで、まあ、正直稲垣選手の上にしようかなと迷ったぐらいでもあったんですけど、まあ、一応ね、まあ、能力値とか考えると、まあ、総合的な高さもあるし、まあ、乗った選手は若干ちょっと上と見えましたけど、はい、さっき言った通り差はないと思ってください。 まあ、ここはちょっと繰り返しになりますけど、やっぱスキル構成の良さね。はい、ここを買いましたね、今回はね。まあ、ここもね、タクティカルインターとトルクーターヘディングクリアということで、まあ、リーグ面で見てもね、ボランチとして見ても、まあ、結構ヘディング持ってる分ね、まあ、カウンターに加勢したりもできますし、まあ、しっかりと、まあ、そのね、えまあ、やっぱボランチでボールを止めるっていうのもね、非常に大事なとこなんでね、まあ、タックルでもスティールでもそれなりにね、あの、しっかりとしたスキル構成をしてるっていうのは、まあ、結構やっぱ魅力的かなと思いましたね、ここもね。 まあ、スキル強化の影響とかがね、もしあったらね、もっと大きいね、えー、評価を得ることもできるでしょうし、まあ、センス部分というのもね、非常に大事な、まあ、さっきの稲垣選手もそうですけど、まあ、非常に大事になってくるところでありますが、まあ、このカードだけのね、評価としてみても、当然ね、トップクラスの評価はい出せるんじゃないかなと思います。まあ、なかなか WA スキルでね、えー、タックルスティールというのを持ってくる選手というのは、やっぱ限られてますので、価値としてはやっぱ高いのかなと思います。 で、あと、まあね、稲垣選手のところでも言いましたけど、この野津田選手もね、当然クラチャン部門でも、まあクラチャン部門は今回サテに入ってませんけど、そっちで見てもね、結構トップクラスのカードだと思うので、まあリーグでもクラチャンでも、はい、どちらでも活躍することがここもできるカードかなと思います。まあ、やっぱスキル面ね、非常に、まあ最近で言ったらね、結構この中盤のところの選手たちの露出はね、だいぶ増えてきましたけど、まあこれからもね、まあもっともっといいカード出てくると思うんで、まあ、えー、ここね、デュエリスト2人入ってますけど、 まあもしかしたらすぐに塗り替えるようなね、カードが出てくる可能性はね、十分にあると思うんでね。まあ J クラウンドね、今後に期待していきましょうということで、まあ,じゃあとりあえずね、このデイリストのえ、ね、まあ稲垣選手、野津田選手のこの二人のカードっていうのは、まあ特に救い構成ね、素晴らしいものを持ってると思うんで、まあね、自信を持ってね、育てていいんじゃないかなとは思います。はい、じゃあ続きまして、えー、DMF 部門第3位の選手見ていきましょう、こちらです。 はい。北海道コンサドール札幌の田中俊太選手のフォーカスプレイヤー第3弾ですね。はい。ここは引き続き3位でのノミネートとなっております。はい。ここはね、まあ、やっぱスキル構成もね、非常に良くてね、ガーディアンインターセプト、スペースへのフィードというね。まあ、このスペースへのフィードもね、結構効いてくるんですよね。まあ、特に、まあ、4サ3フィー使ってると、まあ、そうですね、ウィングに対してい、e、いパス出したりとかもありますしね。まあ、当然 CF に向かってい、e、いパス出したり飛ばしたりしますし、ということでボランチにもね、結構相性いいのかなと思いましたね。あ、うん、そこね、ボランチね。 はい。ということで。で、あとは、ボナセン・リフェが効いてますね。うん。ここもね、非常にやっぱりいい要素だと思います。まあ、当然、リフェ値のね、基礎値もね、1400台もあるんで、まあ、十分高いんですけど、これを込みですると、まあ、正直、1700、1800ぐらいは、はい。まあ、これだけでも狙えるね、数値になってきます。まあ、当然、ここにキラーとかクラブリン重なってくると、1900とか、もう2000近くとかね、いっちゃったりする場合もあると思うんで、はい。すごく魅力かなと思いましたね。はい。 まあやっぱりね、ディフェッチの高さっていうのもね、やっぱ捨て難いところであるし、まあこれぐらいね、スキル構成してると、さっきのね、4位、5位の選手たちよりも、まあスキル的にはね、ABB で劣るんですけど、やっぱ能力値とかを含めると、まあそれよりもちょっと上に来るのかなというところで、まあ3位に入ったという次第ですね。はい。まあ田中俊太選手もね、今年もね、安定した成績を残してまして、まあ非常にね、これからもまたまたいいカードがね、出そうな選手でありますので、今後ね、どういったカードが出てくるかというのはね、非常に興味深いところであるかなと思います。 まあ、田中俊太選手レベルであると、そうね、今後の期待できるところはシーズンフォーカスとかが結構ね、チャンスかなと思うんですけど、まあちょっと札幌もね、たまあ岡村選手がいたりとか、まあ、しますから、結構激戦だったりするんでね、まあなかなか固定とまで言えないですけどね、確定とまで言えないけれども、まあどれ、まあ出てくる可能性とかもね、まあ今後のまあ後半シーズンに入っていくと思うんですけど、そろそろね、まあ後半シーズンとかもね、十分にね、露出ある可能性があると思うんで、まあフォーカスとプレイヤー以外の限定でもね、見たいところであるかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、えー、ボランチ部門第2位の選手見ていきましょう。こちらです。はい。FC 東京の森重正人選手のフォーカストプレイヤー、これ第3弾かな第3弾ですね。はい。ということで、ここ2位で、えー、ここも、えー、引き続き2位のノミネートとなります。まあ、森重選手のカードね、ここもキュレード9 5ということで、AAB のスキル構成なんですが、ソリッドガーディアンと空中戦の支配者、スペースへのフィードということで、スティールがない分ね、ちょっと不安要素はありますが、 まあただ、ボランチとして見るんであれば、十分ね、活躍ができる可能性高いかなというところで、上位にランクインしてます。で、あとはここもね、ボナセンがディフェンス20%アップ、プラスね、ここクラブリンク乗ってくると余計に大きいですが、まあ乗らなくてもね、十分強みはね、ここ出てるんじゃないかなと。能力値の高さというのもね、まあ非常に魅力的かなというところで、まあ上位にランクインして、ランクインしてるというところでもありますね。はい。まあ森重選手といえば、まあこのカードも当然強力なんですけど、森重選手結構バンディエラとかもね、注目される選手なんでね、 まあもしかしたら後半シーズン今年ね、バンディーラがか,かってくるのか、前半ギリギリ出るのか、ちょっとわかりませんが、まあ、直近でまたね、いいカードが出る可能性もね、十分にあるんじゃないかなという選手なので、まあ今後もね、まあ、引き続き注目度は高いんじゃないかなと思います。まあどっちかというとね、例年ね、まあこれ前も言いましたけど、フォーカストプレイヤーの方がね、結構スキル安定してたカード出てたんですけれども、今年どっちかというと、まあこういったのってね、むしろバンディーラの方でね、なんかスティールが抜けたカードとかね、よく出てたんですよね。 で今年逆かもしれないんで、バンディーラの方がね、むしろ期待できるんじゃないかなというところで、まあバンディーラのね、登場した森重選手の期待値はちょっと高まってるんじゃないかなと思う分ね。はい。まあこのカードも素晴らしいんですけど、今後にね、控えてるカードも当然ね、いいカードが出る可能性十分にありますので、まあ森重選手もね、当然このボランチ部門としては注目の的になっていくかなと思います。まあ昨年のね、シーズンオフね、ここら辺、森重選手と同格ぐらいの選手がね、バーってね、海外席籍とかで抜けちゃったんで、 まあ、結構森重選手のね、単体の価値というのもね、それと、えー、比例してね、上がってるというところがあるので、はい。まあ、今後のね、カードもね、ぜひ注目してほしいかなと思います。はい。ということで、最後残りました、えー、ボランチ部門第1位の選手を見ていきましょう。こちらです。はい。鹿島アントラーズのディエゴ・ピトカ選手のフォーカスドプレイヤー第4弾ですね。はい。こちらは、まあ、引き続き1位で受賞となります。 はい。ピッツカー選手ね。ま、あ結構どっちかというとデュエリストに近いような感じのカードではありますが、デュエリストよりもディフェ値がちょっと高くて、まあ、スキル構成も中盤のカリウドとダイナミックインターンね、しっかりタックルしているのを A 持ってて、で、スペース A のフィードを持ってると。まあ、これはスキル構成は文句ないですね。で、プラス、やっぱここが効きますね。ボタン戦でね、ディフェン20%プラス持ってるっていうところね。これがね、やっぱ大きいですね。これ込みとかで計算すると、実質ね、まあ、守備値もね、1700とか超えるんですよね。 はい、超えるぐらいの数値全然あるんで、まあ、十分高いですよね。<laughs> 十分高い。ということで、はい、ここはもうディフェッチが低いというは言えないですよね。言えないぐらいのディフェッチをそもそも持ってるし、まあ、スキル構成もこれぐらいしっかりしてると、当然やっぱりねトップクラスにはなってくるのかなと思います。まあ、フィットカー選手といえばね、ちょっとねあのシーズンオフにね、まあ、移籍しちゃうんじゃないかみたいなねあのなんかニュースが出たりとかもねしてましたけど、まあ、それはさておきね。 まあこれぐらいのやっぱいいカードが出るべき選手であったと思うし、まあやっぱ今年もね安定した活躍されてますし、まあ去年のね後半とかも特にね、まあ目立ってた選手だと思うんで、うん。まあチームがね調子悪かった時とかもね、あの結構目立ってた選手だと思うんで、まあこれぐらいのねカードはいつか出るのかなと思いつつ見てましたけど、もうちょっともしかしたらね、後ろなのかなと思いましたけどね、シーズンフォーカスとがそっち系ぐらいまで引っ張ってやっと出てくるぐらいかなと思いましたが、まあフォーカスとプレイヤーでね、 グレード97出るというのはね、非常にね、まあ正直サプライズ感もあったし、まあこれぐらいいいカードが出てくるとね、まあ当然アントラーズ純正とかね、まあやってる人からしたら、まあすごくありがたいカードだと思うんでね、うん。まあ特にね、この中盤はね、どうしてもね、どの褒め使っても大抵使いますからね、まあボランチ、CMF あたりね、というのはどの褒めにも関わってくるところなんで、やっぱこういうカード1枚持ってるとだいぶね、楽にはなりますよね。はい。ということで、まあここね、素晴らしいカード、フォーカストプレイヤーらしいカードがね、 まあ出てたんですけれども、まあこれはね、なかなか抜かれない可能性もあるんじゃないかなと思います。まあ今後中盤の限定、またね、ボランチ含めて、まあデュエリストも出ちゃったんで、まああとまたフォーカストプレイヤーとかね、で、また中盤の選手が、まあ、ピックアップされた時とかにどうなるかというのはね、ちょっと楽しみですけど、ちょっと防衛はね、これはね、長く続く可能性十分にあると思いますね。はい、それぐらいいいカードが出てると思います。まあただね、ボランチもね、結構ディフェチ高い選手も中にいますからね、そういった選手がグレード95とかもし超えてきた時はちょっとね、脅威になるかなと思うんですが、 まあどうなるかっていうのはね、今後楽しみにぜひね、このボランチ部門見てほしいなと思います。はい、ということでね、今回トップ5の選手を紹介していきまして、えー、デュエリストね、新規限定からは5位で、えー、稲垣選手、4位で野津田選手をノミネートさせていただきました。まあここはやっぱスキル面がね、先ほども言った通り評価をしてのノミネートになります。まあスキルというのはね、やっぱりね、変えられないしね、手こ入れしようがないんでどうしようもないところなんで、まあそのカードがね、持って出てきたものなので、 まあやっぱここがね、評価いいと、うん、使いやすいですよね。てか、まあ仕上げたらね、能力値の低さとかある程度どうにかなるので、まあそれぐらいのどうにかなるぐらいの低さなんでね、むしろね。まあどうしようもないところもたまにありますけど、まあどうにかできる範囲だったらね、まあそういうテコ入ルとかも考えてみると、まあ十分ね、それこそ、もっとね、あの、見栄え良くなるカード、まあカード的にはもっとね、見栄え良くなってくると思うし、というところも考えると、まあやっぱりね、使いやすい、まあ育てやすいカードになってるのかなと思いましたね。 ま、これが今回のデュエリストの、ま、象徴な、象徴な部分かな。ま、全体的に同じことを言えると思うんですよね。結構能力値はね、あの、低めに見えちゃいますけど、ま、スキル面がしっかりしてるカードが多いんでね、むしろ仕上げたら使いやすいというカードが多々ありましたので、ま、ユーザーのね、皆さんの仕上げがね、どれぐらいできるかにかかってくるっていうね、ま、そういった限定だったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、またね、この新たにね、また限定出てきた時に、えまた新しいね、ノミネート選手が出てきた時は、 またね、取り上げる機会がね、ボランチ部門当然あると思いますので、次回ね、どういった選手が入ってくるのかというのを期待しつつね、ぜひ、えー、次回動画上がった時もね、楽しみにご覧になっていただければなと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。